次の質問に行きたいと思います。はい。じゃんじゃん。やらかしたなーっていうエピソード。これはステージ上で、それともステージ上聞きたいかもあるな。パッと思いつくような盛大なやらかしはしてないな。あ、本当？あれ？したかな？わかんないけど。恥ずかしかったみたいな。こう頑張って考えてきてやったのになんか違ったとかさ。それも全然野菜の話なんだけど。なんか特技みたいにさせられたやん。時に柔軟で体が柔らかいのを愛理がやってしまって、私もやんないなみたいな思いながらも同じことを後からかぶせてさ、中1の子にさ、年上の子がさかぶせてやるのは絶対違うと思って。何やったんだっけ？あ、映像の方でじゃあご確認ください。これは本当によろしくない。それは本当によろしくない。大爆笑するミッキーっていうのをやったのよ。だからなんていうの、関西から一人だけ来てるっていうのでいろいろ思ってたんよ、自分でやらなきゃなって。いや、言われてたよね、確かに。そう、そのギャラでいけってなんでやねんってな。待って、何それ、超見たいんだけど。もうちょっとやってくれます？絶対やだね、絶対やだ。何やったのか覚えてなくて。ムーンウォークしてたじゃん。違うよ、いつきのその大爆笑するミッキーやったんだ。まあ、じゃあ映像ないよ、あるのでないです。こちらをご覧ください。自己紹介中に大爆笑し始めるミッキーします。ちゃんと振ったから今。本当にマジで流すんか。本当に嫌なんだから、顔だけ隠していただいて見せられないよみたいな。はい、それがやらかしです。あれ違うか。いや、恥ずかしかったってやつ。いや、もうしけたからな、会場。違う、アイリのやつを自分もやっとけばよかったなじゃなくて、ミッキーのモノマネをやったのがやらかしでしょ。そうだからミッキーのモノマネをしとけばよかったの、大爆笑じゃなくて。なんでミッキーをしたのかな。だからカレンとかさ、ピカチュウとか可愛いこと言ってたのにさ、そうじゃあかんと思って、この子は可愛い可愛いって言うけど、私はダメやダメやと思っとって、全く面白くもないのにそんなことやるからさ、本当にただの。まあでもその思い切りはいいと思うな。スタートダッシュだけは頑張ってたみたい。はい、それでは続いて、じゃじゃん。はい、ホテル泊での思い出。ホテル泊での思い出。はい、もうずっとね、もう一つのお家ですかっていうくらい。あんまり週1とかで行ってるからさ。私ホテルの方が家より好きなんです。それはわかる。ただ私はでもすごい寝坊をするから。確かに。今でも毎回、私ホテルやったら最近なぜか知らないけど、アラームが鳴る前に目が覚めるの、すごいよね。ヒヤッとする。パッて目覚めて、目が覚めたってことは結構寝たから覚めたんかなと思う、やばっと思って見て、6時半とってよかったってなることが多い。だから、すごいね。うん、ホテルだけ。本当に最近は本当に寝坊しなくなった。遅れてこない、全然寝坊しないですね。すごい忙しかった時かな、アットジャムの後かな、岐阜とかに泊まった時に、まあ一人部屋だったから部屋は違うんですけど、まあ、フロントから電話かかってくるってなかなかないじゃないですか、なのに朝まだ寝てるのに電話がかかってきて出たんですよ。怖いなと思って。そしたらそのいつきさんが起きなくて、でそのお母様から電話がかかってきておりますって言われて、始発で帰ろうとしたんだよね。そう、学校に行かないといけなかったから。そう、でも私はそのもっと寝て、ちゃんとそのなんだっけ、チェックアウトの時間帯に出たかったので、まんまとそれで起こされ、私はいつきの部屋に行き、いつき、いつき起きてって言うんですけど、全く起きてくれなくて、その言いながらも、いつきの部屋でもうフロントからの電話が鳴ってるんですけど、全く起きなくて、何の音にも反応しなくて、で私がフロントに行って一緒にカードもらって入ってみたいなやって、あなんか起きた時に「あ無理や」みたいなことを言ったんですよ。なんか多分学校行けないわなのか知らないけど言って、いや無理はじゃない、こっちが無理だわと思ってもう寝ないで。それあれじゃない、もともと泊まるはずじゃなかった時じゃない、そう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 がなんだろう、新幹線の最終間に合わなくて泊まりとかになった時だよね。そうそういう私はトラコも泊まってたのか、なぜか私にしか電話がかかってこなかったね。そういうイレギュラーが苦手なんよ、そのそうなんだ。でしかもいつもと違うホテルやる、うんうんうん、そうだね。そうでまあね、起きなかったね。少し成長しましたねっていう、うん、そうだね。私 そのことがあってすごい音の大きい、目覚まし時計買ってもらって、一時はあれだね、東京にホテルに泊まる時だけでも目覚まし時計持ってきてた。こんなのもうやばいね。そう今はでも普通に起きれるようになった、うん、それはすごい良かった。はいじゃあ続いてもう少しかな、なんだこれ。ちょっとねあれあれ、これ私破壊した今。これ何ですか。え？何？え、ごめん、なんか全部引き終わってないのに引いちゃったんだけど大丈夫そう？え、私から？え、何ですか？私から。私が読めばいいですか？はい。じゃあ小姫。はい。ぬるっとしてんな。なんだよ、なんだよ。ぬるっとしてるな。最後に引けばよかった。やり直す。やらせちゃう、すごく。はい、お誕生日にもつい最近、お手紙を渡したんですけど、こういう企画ということで。お姫に伝えたいこと。一つ目。5人になっても頑張ってね、はい、5人でも6人でも何人になろうが小姫はパフォーマンスの要なので、正直今まで小姫頼りになってて申し訳ないくらいなんですよ、はい、で小姫と2人のパートは一番音もしっかりあって気持ちよく歌えてすごい好きでした。特にその先へのパートとか、うん、そう一緒のパートがこれからなくなるのはすごい悲しいけど、一緒に歌ってるつもりでこれからも歌ってくれると嬉しいです。はい、はい、2つ目いつでも連絡してね、ピクミクの中で一番仲良しで一番語り合った仲間で一番何でも言い合える仲っていうのは私が卒業してからも変わらないよ、だから卒業後も悩み事とか相談事とか愚痴でも何でも連絡取り合おうね。なるべく早く既読をつけるみたいな。そうだね。3日とかね。そう、余裕で。何の話してたかなみたいなくらいに帰ってくるよね。で、次、ラスト3つ目です。はい。お互い女優として一緒にお仕事しようね。うん、確かに。2人とも目指してるのは女優で、同じ場所で頑張ってきたけど、私が卒業することで別々の場所で頑張ることになる。でも、いつかは2人でまた同じ場所で同じことができる日を夢見てます。絶対に諦めないで2人とも夢をつかもうね、いつきより。ありがとうございます。同じ髪なんよね。誕生日の時ないと思ってこれだけはあったんだけどさ、ありがとうございます、はい、月一の手紙みたいになって受け取ってください、はい、ありがとう。でもなんか LINE とかじゃなくてさ、手紙とか送り合いたいよね。え、そういうの嫌だ。嫌じゃない、嫌じゃないけどさ、なんかなんでそのカップルみたいな。そういうの好きなんだよね私。好きそう、好きそう。確かにね。よくない？1ヶ月に。確かに確かに。1回これ交換日記みたいな。LINE もするけどみたいな。そうね。うんうんうん。変なタイミングで。言ってしまったな。言ってしまったな。もうこれはもうこうしてこう。ありがとうございます。はい、嬉しいです。でもその一緒に作品に出るっていうのはめちゃくちゃね、いいよね。いいよね。自分もね、書いててくれると何書こうと思って、2つ目まで書いて3つ目思いつかんと思った時にパッと思いついた時に天才だわと思った。天才、素晴らしい。絶対叶えよう、叶えよう。なんか書いたみたいな、トップニュースみたいな感じで。もうじゃあもうこれ今のがサムネで、サムネで。はい、という感じで、今回は樹が卒業間近なので、なんか今まで聞いたことあるんじゃないかなって思うけど聞いてこなかったような質問とか、私にしかわからない質問とかをちょっと答えてもらいました。はい、卒業してね、別々になりますが、お互い頑張っていきますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。はい、ということで以上、ひめチューブ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。切なくなった。